あえいかは俺に輝く。で、D ランク、D ランクとの戦いが続いている1回戦、2回戦目、次の相手が誰になるのか、どこになるのか、注目ですね。ハリキリ選手、ここにもダルビッシュの名前はないですね。ならば注目選手は片野、能力の高い選手だ、君に決めた。で、今日のダルビッシュは好調か、前の試合絶好調だったんだけどね、まあいい、この好調ダルビッシュでも抑えれると思うんで、全然問題もない、心配もないですね。はい、この打線でいきましょう。オーダーに関しての入れ替えはないです。変える必要ないじゃん、それで勝ってきてるんだからね。今日もこれで勝つ。相手は桜島商業高校ですかね。地区大会準々決勝の模様をお届けいたします。ユニフォームは、おお、白い感じ、ホワイトだね。ただ白星をお前らに与えるつもりはない。総合戦力は A ランク。ダルビッシュ初となる A ランクチームとの対決だ。うわ、これはさすがにダルビッシュとはいえどやばい一日になるかもね。B ランクっていうのはあったんですよ。ほんでそのチーム確か勝ってた記憶もあるんだけどね、ダルビッシュ。ただこれは厳しいけど、まあとりあえずまずは打線陣だね。お、今日は4番の肩の注目選手にしたわけですから、肩のがここで打ってくれて、もういきなりやっぱダルビッシュに先制点をプレゼントすることが大切なのに、そんな簡単に打ち損じて何になんの。野球っていうスポーツのルール理解してますか。打ち損じて終わるスポーツじゃないんです。あんた分かれよ。ゼロが並ぶね。いいぞいいぞ、 A ランクチームにゼロで抑えている。だからこそこちらは早く1をつけていこう。1じゃなくていい、2でもいい、3でもいい、4でもいいよ、なんでもね。ここは究極の思考で、で転がせでちょっと行ってみようかな。ミート多用にしつつ転がせで強く打って、内野のね隙間を抜きましょう。第3球を投げました。3球目空振り。でも当たらないから意味がない。さあ4球目当てて、うわもう間抜けよ。ここも点は入らず、互いに3安打を許しながらも3回までゼロですね。どっちが取ってもおかしくないですよ、内容的にはね。うわ、ほんで今日初めての守備機会やってきた。ただ2アウトなのでね、でもランナーはいる。全然油断はできない。やっぱダルビッシュ強いピッチャーなんでね、全然 A ランクのチームと対等に渡り合ってるよ。伝令もまだいらないかな、まあパワー能力がない選手ですので、ミートはシート、そこまでの強い選手じゃないな。低め中心で、とにかく低めにズバズバ決まればそんな簡単に打たれないし運ばれないでしょう。投げました。え、運ばれないでしょうの流れからの、もう何なんだ何なんだ何なんだよ、もうおかしいだろお前。なんで俺の言ったことって全部裏目になるの。全部コインは裏で返ってくるんだよね。パワーがないからないでしょうね、この結果で。まだこのピンチ、もう本当に、4点目も許してるじゃないですか。もう1回きっかけ許すとこんなもんだね。脆い剣だよ。第9投げた。いや、おかしなことだらけだけどね、なんなんだろう本当に。喋らずプレイするのが栄冠内の一番の攻略法なのかな。こうしてほしい、ああしてほしいって願ったら負けなゲームなんだ。なぜか俺の声があっちに届いてる、そしてそういう結果になって帰ってきてる。なんでこの打球も、わーホームラン。このイニングで6失点、1イニング2ホーマー。え、これワールドシリーズのダルビッシュ有やん。ヒューストンアストロズのねヒーロー、ドジャースの先輩、間違いないですね。ああ、途中までの接戦が嘘かのようなクソゲームになりました。さあちゃんちゃんです。ええ、今日のダルビッシュは、2本のホームラン浴びてます。ヒットも10本です。意味わからない理不尽なホームランをきっかけにこれですからね。あそこで打たれてなかったらこういうシーンになってないんだろうね。でもあそこで打たれてこういう結果になったんだろうね、俺たちね。なんかすごいモヤモヤ感半端ないけどね。強引に作られた展開としか思えないけど、もう受け入れてやっていくしかないわな。もう打線陣としてはなんとか取り返していくしかないわな。これね、打ち気を持っている、魔物を持っている選手っていうのもいますから、打ち気の選手がね。ちょっとその選手回していきたいよ。おえーでポロッター、魔物発動してんのか。
いや、もしかしたらそうかもしれないね。さっきの三塁もポロってたし、どうだろう。いや別に今何もね、カードによる効果はないですから。でもあれだけポロる、何なんだろう。うちに今流れが来てるってことならこの流れを止めたくはないですよね。ミート能力とアベレージヒッターがつきましたから、頼むわこのシーン。うわー、もうなんでここで正面に飛ばすかな君も。なんやねん、能力上がれば上がるほど俺の期待に応えなくなる。アベレージヒッターってなんやねん。意味ないやん、ついたところでね。全部裏面出てるじゃないですか。アベレージヒッターついたから打ってくれるでしょう。流れで正面低め攻めたらパワー F の選手打たれるわけないでしょ。ホームラン、すごいね、すごいすごいすごい。俺の言葉が真逆になる、すべてね。真逆になるんだったら、この場面はホームラン打たれますねって言ったらいいんじゃない。今度は打たれないんじゃないの。そういうことでしょ。そう、じゃあそうやっていくわ俺ね。言うことが逆なことが起こるんだったらね。この場面、ダルビッシュ打たれるでしょうね、間違いない。めっちゃ打たれるんやろうね。ワールドシリーズで晒したあの無様な顔をですね、晒すことになるんやろうね。まず一つアウト取れたね。もう打球はでも強いですからね、めちゃくちゃ強かったですからね。内容としてはかなりのクソですよ、どうせ打たれるの分かってるから期待はしてないよ。これも強い打球だけど正面、でも打たれてるよ。どうなの、これでツーアウト、ランナーありません。あと一つですよこのイニングね。今日片桐くんに3安打、とにかく打たれてますね。また打たれるんでしょ、全然期待してないから。打たれると思ってここ任してますからね。で存分に打たれても、気持ちよく打たれても、相手に快感与えてもね、気にせんでええで。あ、でもなんか抑えるんだね、やっぱそうだわ、俺の言ったことと真逆なことが。はあ、それに気づいておけばよかったね。序盤からダルビッシュ打たれる連呼してたらこんなことにならなかったかもね。ああ、遅いですけどね。ほんで来るのはピンチばかり。8回の守備、なんでノーアウトから意味が分かんない。なんやねんこのクソみたいな。いや攻撃側でやらせろよ。なんで攻撃側のノーアウトがなくてさ、守備側のこれがあるわけ。意味わかんねえよ、肩すきねえのかい。6点ビハインドでノーアウトからプレーする必要あんのかな。ほんとよしよしおかしいよね。はい、でまた打たれんのかい。1試合3ホーマー、ワールドシリーズのダルビッシュがここにいる。ああ、このマウンドに田中将大を連れてこりゃよかったな。こんな役に立たない天性 OB よりね、あっちの方が絶対いいわ。いや絶対あっちの方がいいんだよ。今年のポストシーズンでもめちゃくちゃいいピッチングしてたじゃねえかよ。あれがいたらこうなってないんだろうね。もうこれコールドの点差になってますからね。もうあとはもうどうでもいいですよ。何が最強だよ、何がすごいんだよ。何もすごくねえよ、お前井川やないか。また井川か。どのペナント実況にしても栄冠ライン実況にしても俺の動画っていうのは井川が出てくるよね。亀裂が入るんだよね。ザ・ゲーマーとかいないんだよね。光り輝くものだったりね。宝石のような田中を今後手に入れていこう。来年の目標はそれですね。マー君が現れる時代にまた年代を移して、そしてマー君を手に入れることですね。そうしていきましょう。宝石のような田中を、ね、ダメだ、今マウンドにいるワールドシリーズの先輩さんじゃ何もできない。うちのチームはこの回最終回です。泣いても笑っても3つのアウト取られたら終わる。この石黒相手にゼロ。こいつちなみに能力どんな感じなの、ちょっと気になる。全然確認できてないんでね。ダルビッシュ以上の能力だから当然ここまで来れてるわけなんでしょ。どうなの、ステータスは466。ああめちゃくちゃ高いね。いろいろ赤得とかも抱えてるんですけど、この投げ合いこういうことになってますね。見るだけ損でした。ちゃんとした説得力がありましたね。またこっちの選手も能力が高くないですから、相手とは違うからね。まあでもパワー F の選手がホームラン運べて、こっちの選手が全く打てないっていうのはようわからんが、石黒くんいいじゃないか。あ、石黒対決ですね。石黒対決、こっちが勝ってるわ。どっちも石黒かい。霊感ラインも苗字の幅っていうのがかなり少ないからね。名前の幅がね、かぶった選手っていうのが多いんだけど、ここでかぶってる。そして今日の石黒対決、ここまで勝ってる。じゃあここはどうなの、ここでも石黒が勝つんかい。うわーい、1点取って、これでコールドの点差ではなくなったんじゃないかな。やばいね、ホームランにヒットに
ツーベースですからスリーベースが出ればサイクルっていうね。お前何サイクルリーチかけとんねん。こんな試合でこんな場面で、いや石黒は頭から頑張ってくれてたからね、最初の打席から打ってくれてるから、だから本当あのワールドシリーズの大先輩ダルビッシュ、ユーダルビッシュが出てこなければ今日の試合分かんなかったね。石黒が打ってくれて勝ってたという展開もあるんですけど、もう本当先輩も先発です。打ち上げてアウト。もう1イニングあるでしょ。チェンジ、うん、9回ありますね。9回もあってまだ捕まってますね。いやもう経験を積ませるというわけで、もう2年のダルビッシュは最後まで引っ張りたいと思いますので、まあ確かにワールドシリーズの先輩だ先輩だっつってるけど、まだ今年は勝負の年じゃないですからね。本当の勝負はダルビッシュが3年生になった時っていうのはずっと言ってきたことなので、もう今年はねこういう結果で終えようとしてますが、もうこの経験を糧にしていただきたいね、ダルビッシュ有にはね。だから最後まで投げ出します。苦しい思いを先に味わっていた時の方が後に感じる喜びっていうのが2倍3倍4倍5倍にも広がるわけですから、だからこの苦しさをみんな覚えておこう。はい、抜けない、いい守備。ゲッツーも盗塁もよくやってくれた。いや守りに関してもよく頑張ってるよ。エラーも一つもないですからね。本当ダルビッシュだけがただ打たれたから負けてんの。うこういう結末になるとは思わなかった、正直2年目ね。まあ、得点取れてないっていうのももちろん範囲になってるんですけどね、まあ、でもこういうピッチャー同士の投げ合いで点入らないっていうのは予想できた範囲内なので、やっぱり今日はダルビッシュが頑張ってくれていたら。いやまだ終わりじゃない、ため息を吐くな、早球は9回からだ。何かは起こる、当てて、何か起これ起これ起これ事故起これ事件起これ、何も起こらない。ミサイルとか落ちてこないかな、この順番ね。だ中止になるの、中止どころじゃねえよ。続行できるかお前ね、みんな亡き者になってますから。ミサイルが急にここに降ってくるような世界じゃねえんだよ、もうお前何十年前の話だよ。今平和な世界、日本がここにあるじゃないか、だからないんだよもう。でもなんか落ちてきてほしいね、隕石でもいいし鳥の糞でもいいわ、それがなんかピッチャーに当たってなんかね与える影響っていうのもあるでしょ。はい、簡単に抑えられての2アウト。野球は9回裏2アウトからという言葉を誰かが作った、だからその言葉を俺は信じて勝利を信じる。岡村さん、岡村さん打ってね、岡村さん繋げてね、6点差なんて案外簡単にひっくり返せるぞ。ただ2ストライク、2アウトに2ストライク、絶望的だが、ここで当てて打球はファールゾーンへ、当ててファールゾーンへ、徹底的だね。参戦ゲームセット、現実は非常だ、敗北です。何も起こらず、今のダルビッシュですら総合戦力 A ランクチームに何もできないってことなんだね。いや何もできないってわけではない、やっぱあのホームランがきっかけですよね、あれがキーポイントです、ターニングポイントです。だからあそこを抑えていた世界に俺が行けていたのであれば今日勝っていたのはこっちだったかもしれない。でもやっぱあそこで打たれたことによってもう全ての流れが全部変わりましたからね。相手チーム3ホーマー、ディアンダ自体も多い13安打、ピンチも多く作った上にこれだけホームラン浴びたのであればこれだけ失点するのも納得です。光り輝くダルビッシュがおらず、今年の夏はここで終了。まあ今年の夏はこれで終了したということなので、今回の動画は次のね秋の公式戦が始まる前までとりあえず選手を強くしていきたいと思いますので、まあ夏結果が出なくても秋結果を出せばですね、別の形で甲子園球場に行くことができます。春の選抜という形でね、そっち行くのもありですよ、うん、てかそっちを狙ってますから。あ、なのでそれに見据えてもう俺たちの戦いは始まってるわけなのでね、こんなとこでやさぐれて愚痴を吐いてる場合じゃない。愚痴を吐くのはもう試合中に吐きまくった、毒も吐いた、先般だ言いまくったので、もう俺の中ではね別に過ぎたことというか、前だけ向いてやっていくというかな、
そうしていくしかないんだから。はい、今年の夏はこれで終了。9月突入ですよ。どうだこの夏に。はい、ダルビッシュもだいぶ強くなって球速は155まで上がりましたね。ちょっとマックス160を目指そうと思ってるんで、あと5キロ。まあ、上げることは別に難しくないね。ステータスも482まで上がりましたし、まあ、500はもうそろそろでしょうかね。では、その他の選手っていうのも多少なりとも能力は上がっているが、やっぱ3年生が抜けたことによってかなりの戦力ダウンっていうのはありますね。まあ、でも次プレイする秋の大会はこれでやっていかないと。で、小島、いや能力見る限りね、多少なりとも成長はしているんですけども、秋で使えるレベルじゃないでしょう。他に2年のこの二塁手選手がいるんで、小島の出番はないかな。使えるとしたらやっぱこれから育てていって次の夏の公式戦あたりくらいかな。まあ今いる2年と1年で協力してやるしかないんだから、そうだ、この秋はちょっと結果を出したいね。夏結果出せなかった分ね、気合は十分。でも気合だけで勝てなかったのがさっきだ。気合は誰よりもあった。あの総合戦力 A ランクチームよりあったのは確かだ。しかし負けたんだ俺は。ダルビッシュで負けたんだ。気持ちで勝てるほど甘くない世界が今ここにあるということでございますね。でもうそろそろ秋の公式戦の抽選会っていうのが行われますので、決まりますよ戦う相手がね。あ、決まりましたね。相手は島津南高校ですね。鹿児島県でプレーするのは当然これが初ですから、秋も初ですよ。前評判は D ですので、まあ、強くはないチームとの戦いになりますね。ならばそのチームに確実に勝って、秋は栄光も手に入れましょうや。はい、じゃあ今回の栄冠ナイン実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回から秋の公式戦をプレイしていきますのでね、夏の悔しさをダルビッシュで晴らすことはできるのか、次回お楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またあおう。